えー皆さんこんばんは。えー、松戸市の石塚栄優です、えー。今回はですね、あの、来年度、令和3年度の、共同事業、市民活動助成事業、公開プレゼンテーション審査会のご案内をさせていただきたいというふうに思います。えー、こちらですね、あの、松戸市との共同事業や、あの、NPO や市民団体の方がですね、松戸市の方から、あの、助成金をいただく場合には、えっ、ー、と、ま、一般の書類審査を通過した後に、最終的にはあの、審査員の方々の前で、あの、プレゼンをするんですね。 で、このプレゼンをする場というのが、あの、公開プレゼンテーション審査会となっております。で、このプレゼンする場所というのがですね、松戸市役所の中の議会等になるんですね。で、こちらのほうで行われるんですけれども、この場の一般の方もですね、広くあの、参加することができます。えー、なのでですね、もしこういった市民活動とかに興味あるとか、まあ、どういった団体がですね、えっ、ー、と、松戸市内にいるんだろうと。ういう風にですね、興味ある方は、ぜひですね、一度足を運んでみて、聞いてみてはいかがでしょうか。 下見あの私たちの小原食堂の会もですね、各に数回参加させていただいております。そ今回はですね、いろいろもろもろありまして参加することはできません。それでもあの多くのですね、えっ、ー、と、団体が参加されておりますので、ご興味ある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。それではの今回はですね、共同事情、市民活動女性事業公開プレゼンテーション審査会のご案内をさせていただきました。最後までご清聴いただきまして、ありがとうございます。 えー、新段の詳しい概要、えー、はですね、あの概要にリンク貼っておきますので、そちらご確認ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼します。